はい、じゃあ、アイテムまで決まりました。ソックスセットアップと、セットアップはパーカーのみも検討すると、まあ、上下もありだけども、という内容ですね。じゃあ次、これに対するデザインね。ソックスいきます。まあ、ソックスに関して、大神さんどうですか？なんか、こんなのコラボレーションしましたとかっていう、なんか、ものがあれば。さっきありましたよね。わかりやすいのは、それこそこういう、これこそのオレンジの、あ、もしよかったら。あ、来た。かわいい。しっかりしてます。あとはこういう、なんか文字を入れたりとか。うん、文字を入れるので、さっきってやっぱりどこだ。なんか それあれですよね。確かに。ベルカンプを、あ、これはそうです。こっちか。ベルカンプがこうモチーフになってる。ベルカンプがフライングダッチマンっていう、その相性を文字入れたっていう。で、一応アーセナルカラーにしたソックスですね。素材でもこんなんでいいっすよ。例えばその入れる文字なんかをみんなで統一したもの、例えばクラブを象徴する、静岡を象徴するみたいなもの、例えば何だろう、地球儀、方言なんだっけ、有名な方言ですか。方言、オレッチ。あ、オレッチ、オレッチを入れるとか。知らねえ。オレッチ、ダラダラだ。オレッチ一つらみたいな。うまいな。それもありっすよ。そうね、なすごい軽く聞こえるな。それもどういう、使いますよ。違くて、なんかそう、こういうイメージみんな合ってる、そもそも、はい、ソックスは大丈夫、生地的にどう、うん、いや最高最高、最高。なんかどんどんいけそうな気がするな。で、そのオレンジのやつは一応あの僕ら勝手に作ったものなんですけど、あの93年の J リーグ開幕した時の色に合わせて作った、それ、まあ、一応エスパルスをモチーフにしたものなんですけど、だと思った。なんでまあ文字がなくてもなんかもう色味でわかるし、まあソックスだと割とちょっと派手めでも履きやすいかな。特に冬場のね、割と暗めな服を着ることが多いと思うんで、まあワンポイントでちょっと隙間が見えるぐらいでもいいかな。うん、あったかいね。今日地味な方だ。長さ的にはどうですか。いや、ちょうどいいんじゃないですか。この3つ長さあるけども、どういった長さ、どの長さがいいって、長さそれぞれ違いますよね。あとそのオレンジだけは一応女性用サイズです。22から24なんで。そうだね。俺、それ。これちょうどいいっすよ。こっち女性用だから。あ、ちょうどいいっすよ。多分ちょうどいいっす。あ、多分そうっすよ。いわゆるよくあるサイズ。いいっすね。いいと思います。いいっす。デザインをどうするか。そうだね、デザインがこう今だとこう文字が入れやすいようにこう2つの帯に間が入る、間に文字を記載してるみたいな感じだけども、それをどうするみたいなデザイン、デザインがそうだね、そういう感じだね。文字を入れるか、まあ柄メインでいくか、シルエットですね。ああ、シルエット、うん、でどういう、結構複雑なシルエット、口の子の肩組んで並んでそうな。なるほど、いいのいただきました、ね、この浜だったら確かにいけそうじゃない、確かに一周、お、一周、一周、一周いいんじゃないですか。一周八六個シルエット、五六ぐらい、うん、でもこう入れやすそうじゃない、普通に。これワンポイントでってこと、このワンポイントで間の帯、帯の間に、それこそじゃもうラインとしてってことですかね。そう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 。じゃあ文字も検討しよう。エスパルス、文字なん、どんな文字か、ひらがな、ひらがなエスパルス、ワンポイントパルちゃん、ワンポイントパル、ワンポイントパルだったらね、あのシルエットシルエットを使った、こんな感じにすればいいですね。本当それこそ、うん、そうだね。文字は文字、文字、文字の候補、チームが大切にしてることとか、うん、今のチームとして選手がこう象徴する言葉みたいな、時間厳守、すげえ時間厳守いい、ね、ネタバックで、ね、時間厳守、文字もっとない、文字の候補が欲しいな。なんだろう、ここぐらい、6個6個、ここまでだよ、6個、縦、俺って縦漢字とか好きなんですけど、ん、おもろいやつ、あ、縦に、それも可能ですか。あ、それは大丈夫です。縦文字来るっしょ、それと降りてきた、降りてきた、こんなもんすか、ないか
まあじゃあ柄はこのそのなんだろうこの帯とかっていうのはどう？帯入れたい？はい。帯入れたい。うん、あの縦文字じゃなければ。うん。色は？黒オレンジ。黒オレンジ。ネイビーオレンジ。ああ、まあネイビーオレンジの方がいいね。ネイビーのフィッシュもいいな。まあオレンジは逆に合わせやすいですけどね。おお、合わせやすい。がっつりオレンジ。ああ、蛍光オレンジ。黒オレンジ。ネイビーオレンジって、ね、ちょっとネイビーなしで。ネイビーなし。なし黒。黒。むずい。黒、どうなの？大丈夫。もうあとは白。シンプルに白。白。あ、その、でもクラブカラーってどうなの？その、まあまあ。オレンジを使うっていうことは、一応ブランドガイドラインがあるじゃん。あれって引っかかる。いや、でもまあコラボってことで。うん、まあいいね。選手考案だから。うん。ネイビーがむずい。ネイビーがむずい。逆に白。白。普通に白。がっつりオレンジって言ったね。がっつりオレンジ。白オレンジ。ガツンとめた。かけるね。それは。白だったら文字は？あ、ごめん。黒だったら文字オレンジだっけ？オレンジです。白だったら？ちょっと明るめのオレンジ。オレンジか。ちょっと明るめのオレンジ。じゃあオレンジの場合ベースが文字は白青青ネイビーネイビーそれだったらネイビーネイビー、うん、こんなとこですかじゃあで色のベースはこれ、はい、でじゃあ柄はカチロコひらがなエスパルスひらがなエスパルス縦文字。縦文字はまあ文字は検討でいいじゃん。はい。はい、これ左右違ってもいいますね。もういいよいいよ。それはそうですね。やろうと思います。そう。文字検討。はい。でこの3つですかね。ひらがなエスパルス、ロコロコ。カチロコ。カチロコ。上のカチロコ。ロコロコ。カチロコ。縦文字。この3つですね。はい、はい、はい。選手のアイデアはこの3つです。レッドアップ。色でしょ。色でしょ。色からでいいですか。はい、大丈夫です。色。はい、黒がいいです。黒。たけちゃん。グレー。グレーでね。グレー。新田くん。黒です。黒ね、はい。じゃあ、かなくん。いや、俺も黒、グレー。じゃあ次。僕もグレーで。グレー。じゃあ、黒2票入った。グレー2。黒とグレー、うん、どっちかですね。はい。イメージは、あ、色のイメージはこの2つ。じゃあデザインですね。どんなデザイン、こういう柄がいいっていうイメージしてください。で柄ね。柄むずいな。パルちゃんワンポイント。じゃあ次、タケちゃん。写真とかも好きなんですけどね、うん、パルが。確かに。ああ、プリント。後ろに写真、写真プリント好きなんです。写真プリント。これ胸にでいいですか。背中かわいこう。よくありがちな、ここにあの、なんて言ったらいいですかね、タグみたいな。あーはーはーはー。あ、タグね。じゃあ、かなくん。はい。これは、いやでも出ちゃってるな。パルちゃんだけじゃなくて、うん、ピカルちゃん。パルちゃん、ピカルちゃん。刺繍。あ、刺繍がいい。エース来ちゃったよ、エース。ここに。お、すごい。ラブ。ラブ。ちょっと押さえて。押さえちゃう。大丈夫です。はい。そこに。そこに。ちょっと大きいじゃないですけど。うん。まあ一緒か。何？ワンポイントですね。ワンポイント。まあデカめもありと。これデカめってことね。じゃあ柄はこんなんでいいですか。じゃあちなみにこのプリントってのはどういうプリントイメージだったっけちゃん。イメージは。イメージ？は。なんか風景とかそんな感じ。スタジアムの。ああ、富士山見えたりね。富士山見えたり。なるほど、なるほど。歩いていく。富士山ね。うん。スタジアム行く道。ああ、なるほど。ちょっとした風景。桜のとこ。なるほど。それいいかもね。じゃあもう、こんな感じでいいですか、それだったら。はい、ワンポイントかな、パルちゃんワンポイント。パルピカルの刺繍。まあ、こんなとこですかね。あとはプリントをどうするか。ですかね。じゃあこのロゴの大きさ的には、たつさんがこれぐらいって言ってたけど。
僕は小さい。そうだよね、はい、うん、これよりちょっと大きいぐらいです。お互いやつみたいな。はあ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 。こんなもんだ。あ、だ、ここに、はい、あ、あれ、あ、あります。ボンディ。あ、PK 外したんじゃん。こんなもんじゃないですか。うん。うん、それを刺繍のパルピカルとかってかって感じですかね。86の3人バージョンでこうこうなってるところとか。それは袖じゃないですか。ここ。ああ、なるほど。いいこと言うね。そんなりだろ。いいこと言うね。ここをね。そうです。うん。何人だこれ。ここら辺ね、じゃあ勝ちロコも刺繍で入れていいですか。はい。あ、こんなもんですかね。じゃあ刺繍。小上さん、あとアドバイスとかどうですか。でも大丈夫だと思います。あ、おさらいします。でこれソックス次。柄が、カチロコシルエット、帯の間にワンポイント、ひらがなエスパルス、縦文字、文字は剣刀と。で、色は黒、白、オレンジ。まあ、その色に対しての文字は、この、それぞれと。はい。いうもの。はい。で、セットアップ。色は黒か、グレー。これ、タクロの方ですね。うまい。うまい。柄、パールちゃんワンポイント、これデカめか、それともサイズは剣刀。で、写真プリントを背面にするのかどうか。これタグなかったですね、もう。で、パールピカルの刺繍、カチロコ刺繍と。あ、タグ入れる？いや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 、タグいらない？流しちゃってください。大丈夫です。で、この4つで、一応これで、はい、選手たちのアイデアということで、はい、仮のアイデア案、デザイン案をちょっと見せていただいた、はい、っていうな、見ていただくっていう流れでいいですかね、次回。次の段階は段階ですかね、はい。そこにお客さんの意見も織り込むと。はい、そのお客さんの意見を皆さんでも、あ、これいいね、取り入れようかみたいな感じで回になりますね、2回目は。はい、はい、では、今回第1回目はここまでで終了となります。じゃあ皆さんちょっと一言ずつ言って終わりにしましょうか。またサポーターの皆さんと、コラボでいいグッズ作りたいと思いますんで、 YouTube ご覧になって、コメント欄と意見たくさん待ってます。ありがとうございます。一人で終わったじゃないですか。もうさ、閉めちゃったじゃん。終わったっすもん。はい、一人閉めました。考えてしましょう。YouTube の皆さん、ご覧の皆さん、だいぶ多いよ。じゃあ行きますよ。はい、皆さんの意見をお待ちしております。お、しっかり皆さんの意見を聞いて、より良いものを作っていきたいと思うんで、じゃんじゃん本音で言ってください。お待ちしております。はい、ありがとうございます。あの、皆さんと一緒に作り上げたものに本当に価値があると思っているので、あの、一緒にいいものを作りましょう。あー、上手。あ、もう一緒に一緒に楽しく作って、うん、一緒に使えれば、はい、僕らも嬉しいですし、皆さんも楽しいと思うんで、はい、何でも言ってください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあ、来ました。さあ、さあ、さあ、田選手、行きましょう。サポーターの皆さんと一緒に寝言起きたばっかりかな。おはよう。おはよう。じゃあもういい。忘れてた。忘れてた。忘れてた。待って、そんないっぱい考えてくれ。逆にありがとう。サポーターの皆さんと一緒に、より良いものを作れたらいいと思っています。ぜひ、たくさんの、コメントよろしくお願いします。はい。ではこれで終わりになります。手振って待ってください。ありがとうございました。次回お楽しみに。これで選手たちが考えたデザインが完了しました。そのデザインを反映させたものがこれです。
このデザインをベースに、皆さんが考えるもっとこうしたら良くなるんじゃないかってアイデアをツイッターに、コメントしてください。皆さんのたくさんのアイデアをお待ちしております。